はい、サムラ塾のことです。今ですね、4月の26日、まあ今日なんですけどね、第5回、戦略社長塾、武田ランチェスター系、戦略モデルと、1時から、15時、まあインストラクター私、後藤道夫、ということで、やるんですけど、それの準備をね、しております。教材ですね、こちらの武田先生のですね、武田洋一先生の戦略社長、上位3%を目指したという、こちらの教材を使ったですね、社長塾です。こちらは武田先生のね、公認の、まあ、登録料を僕払いましたんでね、公認の社長塾です。はい。こちらのですね、まあ、準備、をしてましてね、まあ、準備っていうかね、作業ですけどね、手配。教材の手配とですね、あとレジュメですね、こちらも武田先生のね、許可を得まして、レジュメを作りましたんで、それぞれ、ね、ちょっと用意をしておりますね。明日はね、お一人、の参加者と、ね、いうことなんですけどね、まあ、ワンツーマンでね、ちょっと試験的にやってみようかなと、ね、いうふうに思いましたんで、まあ、ワンツーマン、もしくは、1対2ぐらいですね、そのぐらいのね、ちょっと人数で、数をこなしていこうとね、いうふうに思いましたんで、明日、こちらの方で決行していきます。はい、明日お一人、東京からね、いらっしゃいます。ね、小坂さんっていうね、お茶屋さんなんですけどね、小坂さんがいらっしゃって、明日ワンツーマンでね、じっくりとやってきます。で、その後ですね、同友会の、総会がありますからね、まあ、一緒に、小坂さんと一緒にね、明日は川口さんですね、川口さんという方の講演会ありますんでね、それを聞きに行きます。諦めるなとね、いう、そういったね、川口、確か純一郎さんでしたかね、講演会を聞きに行きます。はい、では以上です。